看護師さんが死ぬ間際の方に聞いて何を人生で後悔したかっていう話、一度は聞いたことあると思うんです。もっと感謝を言えばよかった、もっと家族と過ごす時間を取ればよかったって出てくるわけですよ。後悔したことのベスト10みたいなのが出てくるんですけど、なぜ後悔してしまったことを人生で最優先しなかったんでしょう。こんにちは、赤井夫婦です。今日は人生の優先順位の決め方という話をしようと思います。あなたは人生に優先順位を決めてますか？優先順位ってどういうことかっていうと、何が自分にとって最も大切かどうかを決めているということです。あなたにとって最優先するものは何ですか？看護師さんが死ぬ間際の方に聞いて何を人生で後悔したかっていう話、一度は聞いたことあると思うんです。もっと感謝を言えばよかった、もっと家族と過ごす時間を取ればよかったって出てくるわけですよ。後悔したことのベスト10みたいなのが出てくるんですけど、なぜ後悔してしまったことを人生で最優先しなかったんでしょう。みんな分かってるはずです、何が大事なのか。だんだん分かんなくなっちゃう人もいるかもしれないけど、人生において何が最優先なのかっていうことは自分で確かめていかないとだんだん忘れてっちゃうんですよ。僕も結婚する前6年ぐらいサラリーマン生活をしてたことはありますけど、サラリーマン生活が悪いとは思わないけど、一番のサラリーマン生活のデメリットは何かというと、自分の人生に対して鈍感になっていってしまうってことなんです。僕の人生このままでいいのかなってどこかに違和感はあるわけですよ。違和感はあるんだけど、鈍感になるからどうなってるか全然わかんない。鈍感になっちゃうんですよ。サラリーマンの時ってやることが多いから、会社に行きます、いろんな仕事があります、残業があります、残業があると疲れてストレスになります、飲みに行きます、次のまた会社です。どこで自分の人生どうしようかなって考える時間あるんですか？本も読みません。自分の人生ビジョンも湧きません。職場にいる人は5年後こうなりたくない人しかいません。どうやって自分の人生こうなりたいかって決めますか？これがサラリーマンをやってる上での最大のデメリットだと思います。自分の人生を刺激してくれる人と会えない、これが何よりもきつかった。サンプルになる人がいない、ロールモデルがいない、これがきつい。だけどですね、今の人たちはサラリーマンでも悔いがある。なぜならこのライブを見れる。こんなライブなかった。 SNS があったらつながれる、 Facebook からつながれる、フォローできる、コメントして仲良くなったら会える、情報ももらえる、うちも毎日 Facebook ライブやってるんでどんどん見ていってほしいんですけど、じゃあどうするの？自分の人生の優先順位を決める時間を取ってください。まずノートとペン用意して、喫茶店でもいいし、ちょっと落ち着く場所に行って、落ち着いて自分の人生において何が最優先なのかを書いてみる。この時間を取ることめっちゃ大事。僕サラリーマンの6年間で1回もこの時間取れなかった。それが6年も続いちゃった原因にもなるんだけど、取れないですよ。でもこのライブを見た人、動画を見た人は取れる。取ってください。自分の優先順位何かを決める、まず何が大事か書き出してから、そこから優先順位を決めていくんだけど、人生の優先順位は並列ではないんです。人生の優先順位は縦列、縦列なんです。縦の列なんです。だからこれも大事、あれも大事、これも大事、あれも大事、これは人生の優先順位ではありません。並列はないんです、全部縦なんです。だから一番大事なものは僕らで言ったら家族で、その次に大事な友人、受講生、そういう形になってきます。人間関係においている最優先なのは何かってことを縦列で考えていくってことはめっちゃ大事です。並列で考えちゃうんです。並列で考えたら、これ優先したらこれとこれどうします？後回しになりますよね。後回しになった結果どうなるかっていうと、死ぬ間際にもっと家族といればよかった、もっとありがとうって言えばよかったって後悔しちゃうわけです。後悔しないようにするにはどうすればいいか、縦列で優先順位を決めることをやってください。ノートに書いてください。まずは何を自分の人生で大切なのかを書いてください。そして次は縦列で書いていく。これをやらないとどうなるかっていう、箱足配線の人生です。箱足配線したことありませんか？コンセントが2個じゃなくてプラグを入れる、延長コードつなぐ、延長コードに3つ穴開いて、そこに3つしか使えないから、そこに箱足の二股か三股かの入れるじゃないですか。でそこにさらに電源コードをいっぱい挿す、 iPhone のコード、 PC のコード、いろんなコード挿す。どうなりますか？ドライヤーのコードをつないだ瞬間電源が落ちます。供給量オーバーなので落ちるんです。これは人生においても言えます。あなたの人間関係においても言えます。縦列順番にすると、必ずこの人間関係のタコ足配列っていうのも必ず起きちゃうんです。そうするとショートします。あなたの持ってるエネルギーっていうのは限度があるんです、有限なんです。だからいろんな人をつなげてしまうと、どん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 エネルギーが取られちゃいます。だからやることは何か、あなたの最優先な人を決めなきゃいけないんです。最優先する時間を決めなきゃいけないんです。それ以外には時間を渡しちゃいけないんです。優先度の高くない人と付き合ったら、その人に電源を上げちゃうんです。あなたどんどんなくなっちゃいます。カラカラになって、大切な人と向き合った時にエネルギーがもうなくて、その時間を過ごせない。そして最後はもっといればよかったってなっちゃうんです。だからあなたはまずやらなきゃいけないことは、自分の優先順位は何かっていうことをノートに書き出す。そしてそれを縦列で決める。決めていくと見えてきます。これ重要なこと言いますよ。自分の人生によって大切なことを大切に生きる人生はどういう人生か、大切なこと以外は大切にしない人生です。これ真実なんです。大切なことを大切にする人生っていうのは、大切でないことは大切にしないという決断を取る人生なんです。大切なことを大切にするには、大切でないことを大切にしないという決断を取らなきゃいけないんです。なぜならあなたのパワーは有限だからです。
今日のメインテーマ、人生の優先順位をつけようっていう話ですよね。人生の優先順位は縦列でつける、縦、並列じゃない、縦で決めていく。今日は人生においての優先順位をどう決めるかっていうことについてお話ししました。赤井夫婦でした。じゃあねー。